喜利が始まったと思ったよかった。スカイブルースプリング、何よりもスポコンならではの爽快感のある作品をぜひ楽しんでほしいなと思います。はい、こんにちは、キムスヒョン役の橋本翔平です。よろしくお願いします。アニョハセヨ、ダイヤのキムスユです。よろしくお願いします。サランヘヨ、質問役の深谷吉田の大喜利が始まったと。こんにちは、主婦役の吉高です。お願いします。おはようございます。サンテ役の太田雅樹です。よろしくお願いします。ジャラモンテツムニタ、ジョンコーチ役の平野亮です。何せ6人しかいません。でこの6人が出てないシーンは裏でバタバタと着替えて、ですぐ出てっていう、もう常にフル稼働で、動いてる状態でございます。何よりもスポコンならではの爽快感のある作品をぜひ楽しんでほしいなと思います。僕らはその幽霊組はその10代でまあ亡くなってるという設定で、本当に10代に心からの同心会、なんだか当時の10代の時の友達が今どうしてるかなっていうのを結構思い出したりとかするぐらいいい物語になっているので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。本当に人数は少ないんですけど、全員個性豊かなキャラクターがいっぱい出てきて、なんかこれぞ日本版の伝説のリトルバスケットボール団というものをお見せできたら嬉しいなというふうに思っております。部活というか、こうなんかこのスポーツでしかこう皆さんで共有できないような絆だったり、なんかこう青春のワンカットだったり、そういうところをなんか皆様にキラキラしたところをお届けできたらなと思います。作品の中身はすごい切ない部分もあったりするんですけど、あまり重たくお芝居せず、軽々どんどんテンポ感よく進んでいくんですけど、こう生きてる人間の方が時間が止まってたり、こう亡くなった人が実はもうもっと先に進んでたりするっていうの本当にあると思ってて、こう残された側ってずっと現代にとどまりがちなんですけど、こういうのを見て、あ、自分ももう一歩進みたいなとかいうふうになったらいいなっていうふうに思ってます。はい、ね、2人が10代の頃を思い出したなって言いましたけど、僕10代の頃もう思い出せないくらい昔なのか、ね、ただ僕、まあ、大人組というか一応コーチなんですけれども、やっぱり同じ舞台上に立ってても、やっぱこの5人が歌って踊ってる、お芝居してる姿を見ると、それだけでなぜか胸が熱くなるような、まあ、青春、ね、青い春と書きますが、もっと言っていいんじゃないかなと思って、だからスカイブルースプリングですかね。以上です